梅の木遺跡梅の木遺跡一梅の木遺跡は山梨県北都市にある縄文時代中期中央から末葉にかけての環状集落遺跡である。2014年3月18日に国の史跡に指定された。八ヶ岳南陸に位置する北都市にある縄文時代中期後半、外市四季期の集落遺跡である。湯沢川南の尾根筋。 標高770から790メートルの西向きの緩い斜面に位置する。土地改良事業に伴い、2003年に記録保存のための調査を実施したところ、縄文時代の貴重な集落遺跡であることが分かり、2004年から2007年にかけて改めて発掘調査が実施された。外径100メートル、内径40メートルほどの環状の区域に、 縦穴住居が営まれた環状集落である。集落の中央には住居以降の確認されない中央広場と呼ばれる空間地がある。2003年の発掘調査では縦穴住居147件、土工約400基が確認されている。また、縄文遺跡のほか弥生時代の土工平安時代の縦穴住居、掘ったて柱建物、 土工なども確認されている。集落の北側には、湯沢川が整流する。この川は深い谷を形成しており、川床と集落の飛行は12メートルで、川と集落の間は25度の急斜面になっている。湯沢川が集落の水源になっていたはずであり、調査関係者は、集落と川を結ぶ道が存在したはずだと考えた。調査の結果、 1> 幅1メートルほどの道場遺構が検出された。斜面を削って、幅1メートルほどの帯状の平坦面を作り出していること、環状集落と川岸の遺構の間、約70メートルを直結していることなどから、この遺構は、道と認定されている。さらに、奈良、平安時代に形成された黒色土層の下層に、この道があること、友のいずる遺物が、縄文中期の反り二式から、 不意識の土器に限られることなどから、この道は、縄文時代に作られたものとわかる。上日の道を降りた先の川岸にも、敷石住居跡、厚明石土工などの遺構が存在する。敷石住居跡は、調査の初見から、縄文中期、ソリ四式機の住居跡と見られる。しかし、同じ時期に、大地上に集落が存在したにもかかわらず、 住み心地が良いとは考えがたい川岸にわざわざ住居を営んだ理由は不明である。厚め石土港からは熱で赤変した拳をまたはその2倍程度の大きさの石が多数見つかっており調理に関する意向とみられる。なお、谷を挟んで向かいの北側にも同時期の意向がないかどうか調査が行われた。これは谷を挟んで両側に環状集落が並ぶ。 いわゆる、相関上集落である可能性が考えられたためで、ある。調査の結果、北岸側には、縄文早期の遺物散布地や、後期の土壕が確認されたものの、遺構の主体は弥生、古墳、平安時代のものであり、対岸の環状集落と同じ縄文中期の遺構は、確認できなかった。本遺跡は、第一条の環状集落と、そこから、 急な斜面を下った先の川岸の遺構、これらをつなぐ道の存在など、縄文時代中期の生活を立体的に把握することのできる遺跡である。また、川岸に存在する山梨県下では最古に属する敷石住居の存在から、この時代の生活の多様性が伺える。ありがとうございます。